少子高齢化、人口減少、人生100年時代の到来、近年私たちを取り巻く社会環境は大きく変化し、今まで通りの仕組みでは対応できなくなってきています。校区ゼミ通信では多可町の地域共生社会に向けた取り組みについて紹介します。こんにちは、多可町地域共生推進協議会の藤井です。私たちは子どもからお年寄りまで、すべての人がお互いに助け合いながら生きがいを持って暮らせる地域共生社会を目指して、平成30年度から活動しています。今月は校区ゼミ8月講座の講師を務めていただく介護支援専門員ケアマネージャーについて紹介します。2023年度の開校式が6月16日に開催され、6年目の校区ゼミが始まりました。今年の新入生は53人、ここ数年にない大勢の受講希望者にコロナの収束を感じます。また今年から地域共生社会の拠点としての地域局の在り方を考えるという新しいステージへ踏み出す地域共生社会づくりへの関心の表れかもしれません。7月からは各区に分かれての学習も始まり、皆さん熱心に学習されています。8月講座のテーマは高齢者ケアマネジメントの基礎知識と演習について、町内介護事業所の主任ケアマネージャーさんが講師です。皆さんはケアマネージャーってどんな仕事か知っていますか？介護サービスを受けるとき、その人に合ったサービス計画、ケアプランを立ててくれたり、常に家族と連携を取りながら事業所との調整やプランの見直しを行うなど、介護保険を利用するときにはとてもお世話になる人です。高齢化が進むにつれ仕事量も増え、対応の難しい人も増えているそうです。8月の講座ではケアマネージャーの仕事内容、介護サービスでできることできないことなどを学びます。講師の3人のケアマネさんにお話を伺いました。ケアマネ業務の大変なところはどんなところなんですか？はい、私たちはご家族やご本人と関わる仕事なんですけども、そのたくさんの人の数だけ考え方や価値観の違いがあります。で、一旦自分の価値観を横に置いて思いを受け入れて理解する作業の難しさはあります。例えば本人と家族の思いが違う時のこう中立的な立場で関わる難しさも感じています。反対にやっていてよかったなって思うような時はどんな時なんですか？はい、ご本人に受け入れてもらえたと感じたり、信頼関係が気づけた時はやっぱり嬉しいです。で、また最近特に思っていることなんですけど、地域に出ていろいろな立場の人と関わって、協力してもらえたりすることがやっぱりありがたくて、やりがいを感じるところです。校区ゼミ修了生が地域の見守り活動を始めたり、生活支援ボランティアを立ち上げたりと活動を始めていること、どう思われますか？介護保険サービスではできることとできないことの制約が結構たくさんあるんです。それで介護保険サービスだけでお家の生活を支えていくということはなかなか難しい状況なんです。それで私たちの私 の, 所属している事業所がある八千代区では、ちょいぼらさんが主に活動してくださってるんですけれども、通院とかいろんなことを手助けしてくださってまして、ケアマネとしてはすごく
助かってまして、ありがたいなといつも感謝してます。それでこれからは世代を超えてもっと活動の輪が広がっていけばいいなと感じています。で、私たちケアマネも、地域の方とお話ししたり、いろんなことをお聞きして、で、協力し合ってもっともっと連携が取れるように、地域共生についてこれから学んでいかないといけないなと思っています。ケアマネとして地域の皆さんに協力してほしいことは何かありますか？はい、仕事中やまたプライベートなどで校区ゼミ修了生の方に声をかけられることがあり、嬉しい気持ちになり、講義をしててよかったなという思いになることがあります。校区ゼミの講義をさせていただくことを一つのきっかけに、ケアマネージャーと校区ゼミ受講生の方の関係性がいつまでも継続できればなというふうに思います。そして将来的にはケアマネージャーと校区ゼミ修了生の方とが一緒になって、地域で困っておられる方の支援や地域の見守り活動や支え合い活動など一緒になって検討し合えるような場が持てるような活動ができればなというふうに思っています。そのためにはまず先ほども言ったように、ケアマネージャーと校区ゼミ修了生の方との関係性がいつまでも継続できていければなというふうに思っていますので、また地域でケアマネージャーを見かけられた時には声をかけていただければなというふうに思いますし、また私たちケアマネージャーも今以上に地域を知る必要があると感じていますので、今後一緒に交流会や勉強会なども開催できるような関係性になれればなというふうに思っています。地域共生社会の拠点の役割の一つとして、地域の困りごとが地域局に持ち寄られ、住民みんなで解決するような体制が作れたらいいなと思います。そのためには私たちもケアマネさんをはじめとする福祉専門職の皆さんの仕事を知り、普段から気軽に話ができる顔の見える関係が作れたらいいですね。